日本頭頸部がん学会の理事長の吉本と申します。頭頸部がんという言葉はあまり聞き慣れないと思いますが、英語のヘッド&ネックキャンサーを日本語に訳したものになります。ヘッドは頭、ネックは首ですから、頭頸部がんは頭や首にできたがんをまとめた言葉になります。ただし脳の中や目を覗くことになっておりますので、頭頸部がんとはすなわち口の中、喉、鼻の中、唾液腺にできたがんを指す言葉になります。例えば口の中には舌や歯茎がありますから、そういったものがないと食べ物を噛んだり言葉を発音したりすることが難しくなります。また喉は声を出したり物を飲み込むときに欠かせません。従いまして頭頸部には毎日の生活に欠かせない機能が集中している場所とも言えます。また顔は最も人目でつくところでもあり、自分の気持ちが表現される場所でもあります。こういったところにがんができますと、病気をしっかり治して、なおかつ治療後の後遺症をなるべく減らすことの両立が求められます。早期がんの多くではそれが難しくないことが多いのに対し、進行がんでは時に治療が難しく、また治療がうまくいったとしても後遺症が残ることがあります。したがいまして、頭頸部がんの治療では手術をする部署、放射線をする部署、薬物療法を行う部署などが協力し合い、さらに看護師、薬剤師、言語療法士、心理療法士、栄養士、社会福祉士など様々な職種も含めて一つのチームとして治療を行っていくことが重要です。日本頭頸部がん学会は50年の歴史を持ち、関連する診療科、診療部門、職種が参加してきました。学会での様々な討論に加え、例えば診療ガイドラインやがんの登録制度を作ったりする活動により、患者さんに少しでも貢献できるように事業を進めております。一方、国際的には第5回国際頭頸部がん学会連合が2014年7月にニューヨークで行われた際、頭頸部がんの予防や早期発見を目指して開会式が行われた7月27日を世界頭頸部がんの日といたしました。それにちなみまして、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科でも7月を頭頸部外科月間としております。頭頸部がんの誘因となります喫煙や過度の飲酒を控えることで頭頸部がんを予防していただき、また舌のしこり、長引く喉の違和感や声がれ、首のしこりなどを感じた場合には、ぜひお近くの耳鼻咽喉科を受診していただきたいと思います。